もうだいぶいい感じにね、秋っぽくなりつつ、もう冬がねちょっと見え隠れしている、そういう季節でございます。はい、どうも、3月でございます。ロードバイク紹介のですねお時間がやってまいりました、紹介するロードバイクなんですけれども、後ろにございますですね、はい、BMC の SLR02 ですね。これはですね、2018年のモデル、こちらになります。前に、ね、紹介した BMC に関しては2017年の継続モデルの18年ということで、今回はですね、18年の刷新されたタイプ、こちらをですね、紹介させていただきます。そのフルカーボンモデルで、大きく変わった点としては、このね、ここに穴があったんですけど、これがね、なくなっちゃった。で、あとダイレクトマウントですね、ブレーキに関しては、まあ、この辺ですか。カーボンの光沢がすごく強く出ている、そういうモデルでございます。それではですね、早速見ていきたいと思います。この機会にですね、自転車動画たくさんございます。ぜひですね、自転車動画のチェックとですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速前から順番に見ていきましょう。今回真っ黒に、シルバーっていうタイプのカラーリングでございます。まあ、ハンドル周りからいきますか。ステム、そして、ハンドルともにですね、 BMC の純正のものがついておりますね。またこれ、あの形状が若干ね、エアロっぽくて、ちょっとね、ここから先は平べったくなっている、そういう印象を受けます。コンポーネントに関しては、オール105ですね。全部105で統一されております。まあ、今までと違う点といえば、ここブレーキがですね、キャリパーでダイレクトマウントっていうね、ブレーキになっております。ここがね、新しいポイントといいますか、ちょっとなかなか見ることがないなっていうね、そういう部分でございます。フロントね、この部分には BMC っていうね、弱虫ペダルでいうところの坂道くんが乗っているあの BMC でございます。バーテープはしっとり感があって、レバーは105で、そしてですね、乗車した時の見え方といいますか、こういう感じにね、景色が広がります。ここをこう持ってね、ここには BMC のマットな黒に艶ありの黒で BMC って文字があって、まあ、コラムもこういう感じでね。そしてこのね、前を見ますと SLR02 という分かりやすい、表記がございますよ。ワイヤーの張り方はですね、前からこうシュッとこう入る、シュッシュッとこうね、中に入っておきます。フロントフォークでございます。フロントフォーク、すーごいツヤツヤのね、光が当たるとここにね、こうなんて言ったらいいでしょう、カーボンで組みましたっていうカーボンの造形のね、光が当たると見えてくると、カーボン柄っていうんですかね。で、ストレートのタイプになっております。前のこうギュキュッとなってるやつじゃなくて、もう本当に直線的なフロントフォークになっております。さあ、BMC ですね、BMC、スイスデザインディベロップメントと、ちゃんと来ました。105のチェーンリングは50-34がついております。フロントディレイラー見ると105がついておりますね、光具合でね。さあ、でですね、今回変わったここ見ときましょうね。フレームのここですよね。2018年モデルはここの部分が穴が開いてるタイプじゃなくて、一体化しましたね、こう造形が。これが大きな変更点でございます。さあ、今度はそのままですね、前から後ろに下がっていきます。後ろの形状はこういう形になりますね。ここのね、ハンガーには BMC っていう表記があって、ロングゲージなんで、スプロケットに関しては11-30になってます。ワイヤーの取り回しはいい具合になっております。これね、こう来てこの下からね出るんですよね。で、フレームの下を通ってこうね、シュイーンと前行って上へ行くっていうね、そういうタイプになってますか。白、灰色、黒、白に灰色に黒っていう感じのカラーリングで、中にはですね、エースの文字がここにね入っております。こういうところもね結構大事よね。ここにはですね、さあ、ここ見るとチームマシーン、BMC のチームマシーンですよっていうねことを示すネーミングがここに入っております。で、リアブレーキですね。リアブレーキを見るとツンツンと、これもね前と同じようにダイレクトマウントでございます。
トントンと2箇所でねこう刺してある。通常ここに、ね、1箇所ドーンで刺してあるんですけどもね、後ろも2箇所で、刺してあるっていうダイレクトマウントっていうシステムでございます。さあ、ですね、下を見ると BB 周りに関してはこういう具合の、どっしり感満載と思わせつつ結構シンプルな形状で、横に広いのは BMC の特徴の一つなんですけれども、そんなにねごつくは見えない。これはこれでねありですよね。さあ次はですね、サドル、そしてシートポスト見ていきましょうか。サドルね、これ分かりやすくフィジーク、アンタレスっていうね今日表記あります。やっぱね上位モデルというか、中上級モデルになるとね、もともとこうフィジークのアンタレスとかこういうねいいタイプのサドルがねついてることが多いですよね。でシートポストですね、シートポスト見ていきましょう。さあシートポスト、これ見て分かる通りですね、ツヤ感分かりますか。カーボンシートポストでございます。フルカーボンね、コンコンコンっていう音ですよね。もう音がね全然違う。スベージュ目がついていて、ここに BMC っていうね、表記がここに入っております。やっぱりですね、この BMC の場合この三角形の小ささがとてもね、これでアイコファンでおなじみの店長さんです。さあ重量が見えるかな。お、軽いですね。軽いですね。 7.74。 この状態で、それではですね、今度はホイールを見ていきたいと思います。ホイールはマビックアクシウムですね。アクシウムにタイヤがですね、ルビーノ、ビットリアのルビーノの 25C がついております。このね、ここにアクシウムっていう表記がここに入っておりますね。でここにルビーノっていう表記がありますね。700の 25C と、転がり抵抗の良いと言われるそういうタイヤがついております。さあそのまま後ろに下がってまいりました。後ろも同じく、マビックアクシウムのルビーノセットでございます。まあ、このコンビをまあよく見るというかですね、最初のパターンでございますわね。まあまあまあ、これは今後ねどういう風なホイールにしていくかっていうのはもう本当に幅広く、沼に入っちゃうそういうねところでございますわね。さあそれではですね、BMC のですね SLR02、2018年モデル、最新モデルのコンポーネント周り一式全部105、これはですね、変速周り、そして、ラチェット音両方とも聞きたいと思いますね。気になってる方多いでしょう、聞いちゃいましょう。さあ、こんな感じでございます。やっぱり、ちょっとね音は静かかなっていう、感じはしますね。さあここからねどうやって拡張していこうかなっていうね、そっちの方が興味があると言っても過言じゃないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というところで本日紹介しましたのがですね、後ろにございますですね2018年モデルになりますか、BMC っていうメーカーの SLR02、でございました。フレーム形状の変更だったり、まあ、フルカーボンだったり、ダウンチューブが太かったり、 BMC ならではのねその独特なそういう形状がたくさんねこう詰め込んだ一台でございます。まあ、拡張性も十分で、まあ、ここからねどういう風にねこういじくっていこうかっていうね、悩ましい問題点がたくさんございましたね。まあ、でもこの辺はもう触んなくていいし、ホイールいっちゃったり面白いことができちゃうなーって思いますしね。さあ、というところで本日の参加でございました。この動画ですねよろしければぜひですね、こういうマークをですね最近たくさんいただいておりまして、感謝いたしております。こういうマーク、いただきましてですね、この機会に、サンゴ味のこのね、チャンネルぜひですね皆さん登録していただいて、自転車動画だったり大食いだったりもろもろいろいろありますんで、参考にしていただければ幸いでございます。というところで本日のサンゴ味でございました。次のね動画で皆さんお会いしましょう。晴れた日はね走りたいですよね。本当ねがっつり走りたいですよね。それでは。